立教英国学院。立教英国学院は、イギリスのロンドン南方にある、ギルフォード近郊に所在し、日本の文部科学省認可の日本の私立、在外教育施設である。イギリスの教育省からもインデペンデントスクールとして認定されている。小学部、第5学年、第6学年、中学部、高等部、男女教学、全日制普通科が設置されている。 1972年設立。日本の文部承認化の最初の私立、在外教育施設である。全寮制。立教大学の継続校であり、2014年度より立教大学への推薦入学枠が20名、学年の半分程度に拡大されている。日本成功会に属している。授業は、日本の文部科学省の学習指導要領に基づく、カリキュラムに加えて、 イギリス人による少人数性の英会話授業などがある。設立当時、イギリスに日本人学校は一つもなく、海外在住の子女が現地の学校に通い、日本のことを知らずに大人になっていくことを憂い、海外でも日本の教育を受けられるように、と、立教大学元教授、立教高校元校長の阿賀田康氏により1972年4月5日、設立。 当時、イギリスは外国人のための外国人学校を認めていなかったが、本校が英国国教会に則っ,っていることが評価され、本校は例外として設置が許可された。日本の文部商人化の最初の私立、在外教育施設である。校舎は、元は資産家の館、その後はホテルとしても使用されていたところを買い取ったので、最初はほんの数棟しかなく、 現在のような教室棟は全くなかった。各建物には設立時に司教から祝福を受けた証のプレートが貼られており、完成した年を知ることができる。本校を作る目的は二つあったという。一つは日本の次世代を担う若者に国際的な素養を身につけさせること。もう一つは外国で暮らす日本人駐在員指定のために、 日本のカリキュラムに沿った教育を施すために、キリスト教に基づいた教育をすることである。本校創設者初代校長兼、高安氏は、日英の架け橋として本校が果たす役割を明確に提示し、広く世界のために尽くすことのできる生徒の育成を、本校の目標とした。小5から高3まで設置されており、全寮制である。 日本の文部科学省の学習指導要領に基づく日本人教員による授業が行われる。また科目によりイギリス人教員による授業も行われる。各ホームルームは基本的に10名から30名の生徒で構成されている。日本の帰国子女入試を含む大学受験指導、イギリスの大学への進学指導が行われている。継続校である。 立教大学への推薦入学枠がある。中等部、高等部の入試のほか、小五から高3の各学年で随時編入試験も行われている。募集定員は、全校の在籍生徒数や、寮の収容力、編入学試験の入学予定者数で決まる。募集人員以内でも、本校の教育水準に達しない場合は、合格にならない。 英国の庭と呼ばれる南への小高い丘の上に所在する。寄宿寮からはサウスダウンズと呼ばれる丘陵地帯を見渡せる。辺り一帯は緑豊かなカントリーサイドで牛や羊が草をはむ牧草地が広がっている。東京ドーム約23個分の構内には100年後、コス古い建物から最新設備を誇るガラス張りの管理棟まで大小な建物が点在する。 整備の行き届いた、サッカーピッチと八面のテニスコート、400メートル前、天候型陸上競技場がある。リスやウサギは元よりキツネやシカ、ハリネズミやタヌキなどが出没する。土曜日は午前中授業がある。金曜日は午前中授業で、午後は全員でスポーツをする、フライデースポーツの時間となっている。全寮制であることを生かし、夜は、 自習時間がある。高学年は夜の授業もある。教員が学校に残って学習の質問に答えている。高2から理系、文系に分かれ、文系はさらに国立受験、私立受験、英国大学進学に合わせて授業選択ができる。イギリスの大学への進学希望者には必要に応じて、イギリス人教員が個別に指導している。 通常の英語授業に加え、全生徒に週4時間、イギリス人による EC の授業がある。ケンブリッジ英語検定合格を目指して、少人数のグレード別クラスでこの授業は、開されている。イギリス人理科教員により、中1-2では理科の授業、中3高2では、e 持 s c バイオロジー、生物の授業がある。高2-3文系コースには、イギリス人による、 ヒストリー、社会やイングリッシュリテラチチはクリティカルシンキングの授業も設定されており、週14時間は英語、またはイギリス人教員による授業を選択でき。他にも美術、音楽の授業はイギリス人教員が担当している。イギリスの学校では1学期半ば5月下旬から6月上旬の1週間にハーフタームという1週間の休みの期間がある。 この間本校は閉鎖となり、児童生徒は家族のもとへ帰宅するか、希望者はイギリス人の家庭にホームステイすることができる。ただし、新入生に関しては自宅に戻ってリフレッシュすることになっている。ホームステイはハーフタームのほか、夏季休暇、春季休暇に行うことが可能となっている。男子寮が2棟、女子寮が4棟ある。 両部屋は4から6名の部屋が多く、1人部屋はない。ルームメイトは基本的に同学年、同年齢である。1人になりたい時のためにクワイエットルーム、静かな部屋が用意されている。夕食後にホームルームがある。高学年はホームルーム後も1から3時間の授業がある。基本はイギリス式で週に2回は日本食である。すべて イギリス式テーブルマナーに乗っ取り全員が席について取る。1日に3回ブレークと呼ばれる時間があり飲み物、ビスケット、果物等を食堂で無料で出している。また生徒会が運営するスクールショップで一定額のお菓子を購入することができる。児童生徒が世界各地から来ているため公平を期す意味で外部からのお菓子の持ち込みは認めていない。 本校は近隣の町や村から離れた場所にあり、外出をするためには車の手配が必要である。土曜日の午後には希望制で近くのクランデーの村まで飲み物代等のお小遣いを持って外出をすることができる。生徒会は学期に一度程度ギリフォードの町等へのショッピングを企画している。一学期のハーフターム中にホームステイをしている高校生以上の生徒は ロンドンまで外出することも可能である。ロンドンや近郊の町や村に外出をする年4回の遠足、アウティングを行っている。ケンブリッジ研修、現地高短期留学、年度によって機会の増減がある、等のプログラムがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。